ではですね、一番最初に、まあ、お正月の時期ということもありますので、この松をね、アレンジに入れていきます。はい、では次にですね、この椿の葉っぱをね、この間に入れていきましょう。で次にこういういろんな色のね、玉菊がありますので、玉菊を入れていきます。今この刺した玉菊にこう葉っぱがついてますよね。この葉っぱはこう無造作にこう多くつけすぎても少なすぎてもいけないんですが、まあ、本当にこう効いてる葉っぱだけをつけてアレンジしていくということです。はい、そしたら次にこのウィンターベリーをね、アレンジに入れていきます。はい、ではそしたらここでもう一度ね、こうファンデーションワークを兼ねて椿の葉っぱを短く入れていきましょう。はい、そしたらここで完全に外側のアウトラインを決めていきます。こういうアレンジはこういう細かいね、微調整というのが大切なんですね。今度はこちら側に、右側ですね、向かって右側にこのウィンターベリーを入れていきます。もうこれは完全にファンデーションワークを兼ねていきます。
はい、でこちらに向かって左側もね、これでファンデーションワークが大体終わりましたね。そしたらですね、下のファンデーションワークの部分が少しこの同じ菊の色で単調になってきているので、ここでこの先ほどウィンターベリーの小さい枝を、この上から少しこうまとめるところはまとめる感じで少しだけ強くする部分を作ります。そしたらですね、次に先ほどファンデーションワークで使ったこのスプレーですね、これを少し伸ばしましょう。そしたら最後にこちらのランを入れていきます。そしたらもう一色ね、こちら、こちら先ほどと同じオンシジウムの 色違いですが、これも入れて、こちらで完成となります。はい、こちらで完成です。では前からね見てみましょう。はい、今月のアレンジメントはいかがだったでしょうか。こうまさにね、お正月だったらドンピシャですよね。ただこうなんか単にこう正月とかいうだけじゃなくて、こう和、それも和だけに限らず洋でもね、結構こういう和花っぽいものってかっこよくハマるシチュエーションって結構あると思います。なので完全にねこう決めつけてしまわないで、どんどんねいろんな場所にこういうアレンジメントを出していったらすごくハマってね、喜ばれるんじゃないかなと思いますね。はい、ではこちらの竹の器から作るこう横型のね、フラワーアレンジメントを今月は紹介いたしました。次回もまたね、素敵なアレンジメントを紹介していきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time!